はい、本日ダイニングで、講演していただく岡本博士さんですが、岡本さんは、全国的なオピニオン誌世界の編集長と岩波書店の社長を長く務めてこられました。現在はジャーナリストとして日本と世界が直面している危機に対して貴重な発言を続けておられます。お配りしましたプログラムには講演のタイトルが才能という贈り物というふうになっていますが、これはちょっとこちらのミスで、正式には日本の平和主義を考えるというタイトルに訂正させていただきます。それではお達さんよろしくお願いいたします。はい、こんにちは。今ご紹介にあずかりました岡本と申します。私はついこの間の3年前までですね、岩波書店におりまして44年間仕事をしておりました。今社主って言われましたけど、社主ではなくて社長ですよね。社主となんかオーナーみたいになっちゃいますけど、そういうことはありえないです。で、私44年間いた中で35年間は今ご紹介にあった月刊誌世界におりました。16年間実はやりましたけれども、ある意味で、なんて言いますかね、ジャーナリズムの岩波の中では最もジャーナリズム性の高い分野だと思いますけど、そこにいたということになります。で、知事会との、接点というんでしょうかね、これは20年ぐらい前に私この近くで講演をしたことがあって、世界の編集長の時代にその時に秋村前編集長ですかね、私の編集後期がこう注目してくださって、来てくれないかっていうんで、その事務所に案内されて行ったことがあって、それから、年に2回ぐらいですかね、短い姿勢を知事会に行かさせていただいております。そういう、ご縁があって今日こういう形でお話をすることになりました。今日はですね、日本の平和主義を考えるということで、長いジャーナリズムの中の生活と、それからそれ以後のこともですね、いろいろ考えたことがございますので、平和ということについて、私の考えていることを決めさせていただきたいというふうに思います。ちょっと座らせていただきます。今ね、先ほど自民党の総裁選のいろいろ面白いのなんでコントがありましたけれども、それは岸田首相がね、この間、政権の放り出しをしましたよね。でその時にね、彼が言ったのは、自分はね、安保の日本安全保障の政策の大転換をしたんだっていうふうに彼は言ったんですね。でそれが自分の業績の一つであると誇らしげに言ったと思うんですけども、同時にね、彼はいつもね、だけど日本が平和国家であることは変わらないとか、専守防衛政策は変わりませんっていうことをずっと言い続けてきたんですよね。それが彼の何だろう、ごまかしというふうにただ言っていいのか、それともある意味での自分の希望的な観測っていうんでしょうかね、希望的な見方であるかどうか、ちょっとこれはともかくとして、やっぱり日本にとって平和とか、あるいは平和主義とか、あるいは専守防衛政策というのは非常に大事なものであると、いうことは、彼のその発言からも明らかではないかと私は思います。戦後の日本にとって、平和という価値はですね、極めて大きいものがあったと私は思います。憲法も平和憲法と言いますよね。で、子どもの頃から国民主権と基本的人権の尊重、それから平和主義というのは三本柱だよということは、今も当然、学校でも教えられていると思いますけれども、平和主義というのは柱の一つになっているわけです。戦後日本人、我々の誇りの一つは、経済的な繁栄と同時に平和であったと、平和主義を維持してきたということにあったということは、改めて言う必要はないんじゃないかと思うんですね。
でもその平和主義って何なのかということについては必ずしも突き詰めて得られてこなかったように私は思います。自衛隊や日米安保条約の位置づけにしてもですね、まあ、それは平和運動や憲法学者の間でかなり議論はありましたけれど、長い議論はあったんですけれども、それが一定の合意に達してこれが日本の平和主義だということについて、合意があったというふうにはちょっと考えにくいですよね。まあ、だからこそ来年は戦後80年です。それから憲法が、決められてから78年になろうとしていますけれども、世界の大きな変動の中で日本の平和主義は揺れている、あるいはその力を十分に発揮できていないんじゃないかというふうに私は思っているんですね。まあ、非戦とかを掲げながら自衛隊の装備はもう世界の中でも最も何て言いますか最先端のものであったり、から軍事費もですね、今ストックホルム国際平和研究所では世界10位と言われてますけれども、今急速に軍事費を伸ばしていますので、これが例えば43兆円ということになれば世界の3位とか4位とかっていうぐらいになってしまうわけですよね。すざまじい軍事費だと思います。それだけ見るととても平和国家とは言えないんじゃないかとすら言える考えられます。で、今日は持ってきませんでしたけども、韓国なんかのね平和運動やってる人たちから見ると日本は本当に平和国家なの、こんなに軍事費を増やして、で日米安保でアメリカ の基地を置いて、かつ自衛隊だってすごい装備を持ってると、もう世界の中でも最先端だと言っていいと思うんですよね。ウクライナなんか見てると F-16 を入れるか入れないかっていうことを言ってますけれども、日本の三沢基地にはもうずいぶん前からアメリカの F-16 はずっと置かれていますし、ハイマースだのなんだのっていうのも沖縄の基地にとっくの昔に配備されていたりなんかするわけですよね。でも一方でね、私こう思うんです。日本は周辺にいわゆる領土問題を抱えてますよね。それを武力で、あるいは武力の威嚇で解決しようとはしていないし、多くの日本人はそんなことは想像さえしていないんじゃないかなというふうに思います。それからアジア太平洋戦争のあと、1945年のあと80年間、ベトナム戦争や湾岸戦争、あるいはアフガン戦争などのアメリカの戦争に日本は自衛隊を派遣していませんし、イラク戦争には派遣はしましたけれども、戦闘には参加しませんでした。まあ、日本の軍といいますかね、自衛隊は軍だと思いますけれども、80年間、海外で誰一人殺していないということです。日本のこうした、これまでの姿勢は、東アジアの地域にの安定に私は大きな役割を果たした、これも一方の事実であるというふうに思います。では戦後のですね平和主義の現ちょっとレジュメを用意しましたので、これに沿ってお話をいたしますけれども、岩波書店の、それこそ創業者は岩波茂雄という人なんですけれどもね、彼は、今から100年以上前に岩波書店を創業したんですけれども、戦争が終わった時8月15日、岩波書店は戦災なんて言いますかね、空襲から焼け残って建物はありました。ただ社員たちはね、動員されて、まあ、会社はガラガラだったそうですけれども、そこに岩波茂雄はですね、一人座って息健康だったって言うんですよね。まあ、みんな敗戦して多くの人たちが、まあ、悲嘆に暮れていた中で、岩波茂雄はこれはね、この敗戦は天権だ、天の咎めだというふうに彼は言ったそうなんです。彼はね、戦後その志を持って世界を創刊するわけですけれども、その時に自分はね、例えば中国の侵略にも反対だったと、三国同盟にも反対だったと、
国際連盟からの脱退にも反対だったと。にもかかわらず、その反対を、勇気を持って言うことができなかった。勇気を持って、彼はね、世界っていう雑誌の創刊号に書いてるんですけれども、自分たちこの老人が、まあ老人だっても彼まだ64か5だったと思いますけれども、我々老人が勇気を持ってこの戦争には反対だと、いうことを、なんだろうか、学徒たちが特攻で、アメリカの艦艇に突っ込みましたよね。あれぐらいの勇気を持って、戦争に反対をしていたら、こんな敗戦にはならなかったんではないか、あるいはそう戦争になったかもしれないけど、こんなひどい状態にならなかったんではないか、というくらいのことを書いている。つまり自分たちに勇気がなかったんだと、反対する勇気がなかったからこんな状態になってしまったんだと。で、自分たち、まあ、自分たちといいますかね、柳波重雄も、それから周辺にいた柳波書店の著者たちもですね、家族も死に、あるいは同僚も死に、先輩後輩も死に、あるいは学生たちも死んだ、まあ、大学の先生との付き合いも多かったので、それね、そういう彼らの、教えていた学生たちも戦地に行って死んでしまった、もうおびただしい死だったわけですよね。なんでこんなことになってしまったのか、なぜあのような死をみすみす止められなかったのかっていうのが、岩波修行の、まあ、悔恨、まあ、後悔ですね、悔恨の念であった。それが戦後の彼の原点になったわけです。それが岩波書店の出した世界という雑誌の原点であったわけですね。そして二度とこのようなこと、こういうのは戦争、あるいはこのような戦争に基づく犠牲を払わないためにどうしたらいいんだろうかという問いに、それはつながっていくわけです。その一つの回といいますかね、回答が民主主義ということだったと思います。大日本帝国憲法下では主権者は天皇だったんですよね。であるがゆえに国民主権、まあ、民主主義であれば戦争はしないはずだという、まあ、議論になったと思います。戦後よく平和と民主主義というスローガンがありますけども、それはこのようにして生まれたんだと思います。でもね、民主主義イコール平和主義ということでは全くないんですよ。世界の中ではね、むしろ国民の熱狂が戦争をもたらすということは大いにあったわけです。例えばもう、まあ、皆さんご存知だと思いますけど、フランス革命っていう、ね、近代世界を築いたフランス革命がありますけど、これだってヨーロッパ全体を戦争に巻き込むような源になったわけだし、何より民主主義っていうものの名手を標榜しているアメリカが戦争していないっていう時期が珍しいっていうほど戦争しているわけですよね。だから、民主主義イコール平和主義ではない。だけど日本の中ではね、民主主義イコール平和主義っていうのがかなり強固にあって、それが今まで続いてきたんだろうというふうに思っています。それからまた戦後日本の反省の中には、戦前の日本の戦争の被害を受けた朝鮮人とか中国人とか、あるいは東南アジアの人々への想像力が弱かったじゃないかということも、またこれは事実なんですよね。確かにそれはそうだと思います。そこへの言及が日本の中で始まるのは、まあ、1980年代以降だと思います。まあこのことは考え続けなければ我々は考え続けなきゃいけないし、まあ、今日ね、先ほどの詩の朗読の中にも関東大震災の朝鮮人虐殺の話が出ましたけれども、やっぱそういうことは常に私たちの中で、記憶し続けて発信し続けなきゃいけないことであることは間違いないと思います。しかし一方で、二度と過ちを繰り返すまいという覚悟、それは平和の原爆機に過ちは繰り返しませんからという言葉がありますよね。あれだって主語が誰なのかとか、一体誰の過ちなのかって、これ曖昧じゃないかということを言われるけれども、しかし何だろう、その
この二度とこの戦争を二度と繰り返すまいという思いはですね、日本社会のあらゆる階層、性別、年齢の人々に浸透していったと思います。これはね、戦前の発想とは明らかに違うんです。戦前の日本人の発想とは、これは日清戦争の後ですね、三国干渉を受けると日本国民は臥薪嘗胆っていう言葉で、これをやったので、これ、私も古いなと思うんですけれども、臥薪嘗胆っていうのは、その報復のために薪の上で寝て、熊のこの苦い肝を噛みしめながらですね、この報復を誓うという、まあ大体私と同じぐらいの年齢の人は分かると思いますけれども、臥薪嘗胆っていう言葉が、ね、非常にあったわけです。やられたら襟返す、奪われたら奪い返す、さらにもっと奪ってしまうっていう、それが戦前の常識であり、そういう発想だったんですね。で、例えばですね、原爆が投下された後、傷ついた人々の口から出たのは、敵を討ってくれという言葉だったというふうに、これはいろんな証言があります。で、救援に入った人たちも、救助に入った人たちも、よし、必ず敵を取ってやるからなというふうに言ったっていうんですよね。だからこれは1945年の8月6日、9日から8月19日の間に言われたことですけれども、それが当たり前だったんですよ。もちろん戦争中、戦時中は言論も思想も統制されていたことがあったけれども、それはある意味で自然の反応だったというふうにも思えますよね。ただその復旧って言いますね、敵を取るという思いがいかにして消え、戦後の平和の願いに変わったのか、転換したのかっていうのは、非常に私は大きな謎だというふうに思いますし、これはね、考えてみる価値があるんじゃないかと思います。私は1954年、昭和29年に生まれました。戦争が終わって9年後ですよね。焼け跡とはもうなかったんですけども、戦争の傷跡とか、なんて言いますかね、戦災を思わせる雰囲気はあちこちにありました。家庭でも学校でも、あるいは流行画や漫画や映画やテレビにおいても、この戦争の悲惨と非戦、戦わないというですね、非戦の思いがあり、それがね、水のように身に染み入ってきた世代だというふうに思います。皆さんもそういう世代が多いかなと思いますけど。60年代は少年時代、70年代は青年時代、大会の世代というののちょっと下あたりですね。で、小学校の遠足はユネスコ村っていう、皆さんも行かれた方があるかもしれません。つまり、世界のね、いろんな人々と融和しよう、一緒に、友好的な関係を結ぼうということですけど、ただ単にいろんな民家が並んでるだけなんですけどね。で、こういう記憶があるんです。小学校の林間教室ですね、ある生徒が虫を捕まえたのを見て、中年の男の先生がですね、大きな声で殺生はやめろというふうに言ったんです。叫んだんですよ。で、いつもはね、穏やかな、中年の先生だったんで、その大きな声に私すごく驚いて記憶してるわけですけれども、今から考えてみると、彼は青年時代に、兵隊に行って大陸に行ったか、あるいは戦争に加わなくても、兵隊に行った可能性は非常に高い、軍隊に招集されていた可能性は非常に高いというふうに思いました。その時45とかぐらいだとしたら、20年前だったらね、そういう戦争に行ってた可能性がある。彼は戦争のことは一言も話しませんでしたけれども、でも彼の経験がその仏教用語、殺生をやめろっていう言葉に現れたのかもしれないなというふうに私思います。そういう世代です。で、当時子どもたちに大人気で、私も夢中になって読みふけった手塚治虫の漫画の底には、戦うことへの悲しみが流れていたように思いますし、水木しげるのどことないユーモアの奥には、戦争を生き抜いた、彼は 片腕をなくしちゃうわけですけどね、人間の何ていうか底はかとない明るさみたいなものは感じられたと思います。
まあ、中学以降に中学生以降に読んだ戦後文学にはもっと明確に戦争の虚しさや生きることへの希求があったというふうに思います。ここにはね、敗れたことに対する、つまり戦争が敗戦したことに対するなんか悔恨とか後悔じゃないんですよね。戦争そのもの、あるいは戦っていうことそのものに対する後悔の念があったとじゃないかと思うんですよ。敗戦に対して後悔して、じゃあ次の戦争で勝とうかっていういうことではなかったと思うんですよね。で、戦後の平和主義は思想やイデオロギーというよりもっと感覚的なものじゃないかと私は思います。今も8月の原爆の日や終戦記念日には、まあ、いろいろテレビのインタビューに答える体験者、遺族の言葉がありますけど、それはほとんどがどんなことがあっても戦争だけはしてはならないということですよね。6月の沖縄戦の慰霊の日でも同じです。これはどんなことがあっても戦争だけはしちゃいかん、こういう言葉なんですよ。反戦とか非戦といった思想ではなくて厭戦という感情なんではないか。そこにはなぜ自分たちが戦争に走ったのかとか、いかにアジアの人々を虐げたかというような反省は実はあまりなくて、戦争しちゃいけない、戦いはもう二度嫌だということだと思います。これはあの今年の8月15日にの朝日新聞に大きくあの辻正樹さんっていうミステリー作家なのかな、彼も書いてますね。あのインタビューに答えて、戦争が嫌だと、戦争は嫌だと言い続けることが大事だと、戦争させる土壌に養分を入れていくことが必要なんだと彼言ってますけれども、加藤天陽さん、典弘さん、もう評論家で、数年前亡くなった方ですけれども、団塊の世代ですよね、がよく聞く言葉があって、私もあのいくつか講演や、あるいは詩人会議への寄稿でも引いたと思いますけれども、1966年に刊行された井伏松二さんの黒い雨という、まあ、傑作だと思いますけど、ありますよね。まあ、皆さん、読まれた方も多いと思います。まあ、主人公は、原爆被災後の広島市内を人を探してさまようんですけれども、瓦礫と、それから山のような死体の中で、彼は突如、怒りにとらわれる。許せないぞ、何が壮観だ、何が我が友だ。で、これはあの彼が少年時代に読んだ、まあ、戦争を、何て言いますかね、称賛する詩のことなんですけども、何が壮観だ、何が我が友だ。で、そして言うわけです。戦争は嫌だ、勝ち負けはどちらでもいい、早く済みさえすればいい、いわゆる正義の戦争よりも不正義の平和の方がいい。これはね、僕はすごい言葉だと思っていて、戦後の平和主義のある意味でエッセンスが込められたように思っています。反戦というよりは厭戦、思想というよりも感情、戦争を引き起こした国家への不信と恨みであると。もう一回言いますよ。戦争は嫌だ、勝ち負けはどちらでもいい、早く済みさえすればいい、いわゆる正義の戦争よりも不正義の平和の方がいい。家に帰ってまた黒い雨をぜひ読んでみてください。私あの新潮文庫版で見ると170ページにありましたので、ぜひこの言葉をもう一回かみしめていただきたいと思いますけれども、国家へのやっぱ不信、あの黒雨のそのすぐ後にですね、死体を片付けている兵士がこんなこと言うんですよ。わしらは国家のない国に生まれたかったのを、国家のない国ってちょっと分かんないですけど、まあちょっと言葉じゃなくて思いは分かりますよね。わしら国家のない国に生まれたかったのっていう言いながら死体を片付けている。こうした思いは、凄惨な沖縄戦を経験した、まあ、4人に1人が亡くなったという住民がたくさん死んだ沖縄戦ですけれども、その人々の戦後の教訓、日土宝、命こそ宝という言うんですけれども、命に勝る大義はない、平和こそが正義であるという教訓にも私は通じるものだというふうに思います。こうした気風は、まあ、私たちと言いますかね、私の
少年時代から青年時代、学校では校長から組合の教師まで、企業でも経営者から従業員まで、政治においても保守党から革新政党まで連れていたんじゃないかと思います。二度とあの悲惨を繰り返すまいという思いですよ。それが共通していたと思います。そして戦後の日本人は、戦争から頭を切り替えて経済的な繁栄、生活の豊かさに向けて一心不乱に努力を始めたんだというふうに私は思います。もちろん日米安保条約を選択し、改憲、憲法改正を掲げた保守党とそれに対抗した知識人や、革新政党は違いますね。戦後政治の北核の争いっていうのは単純に言えば憲法と安保をめぐる争いであって、実はその下部部分といいますか、経済や生活を豊かにしようとする方向性は一致していたというふうに私は思っています。戦争は二度と嫌だという思いもこれは一致していたんじゃないかと私は思います。松下圭一さんという、ね、政治学者がいるんですけども、彼は総統の蛇だっていうんですよ。総統って2つの頭の蛇で、頭は争ってんだけども、体は1本で、生活とか経済とか、経済成長とかね、豊かさとかっていうところを求めたのは同じだったんじゃないかっていうような彼は言い方をしていました。米軍を中心とした占領が冷戦という時代背景を持って相当に寛容なものであったことも事実です。から世界の体制が国連を中心とした平和への思考、戦争のない未来への希望を持っていたということも事実です。また戦前の体制に戻ることへの危機感、戦前の体制というのは例えば天皇制であったり家制度であったり男尊女卑であったり、あるいは言論の封殺であったりって、そういう、あるいは憲兵政治、特攻政治みたいなことだと思います。それに戻ることへの危機感はもちろんあったと思って、そういう中で大方の日本人から報復という思いは消えていったんじゃないかと思います。戦後の生き方のいわばその象徴が、基本的人権を保障した日本国憲法であり憲法第9条であった。だからそうこそですね、制定78年にしてその当の米国がですよ、継続的に強力に改定の圧力をかけ続けてもなお憲法が変えることはできていないという状況なんではないかと思います。日本国民は憲法を守る戦いを私は続けてきたと思います。レジュメの2ですけれども、私は憲法9条については2つの奇跡があったというふうに言ってるんです。で、第一の奇跡は原爆を落としたことについてのやっぱりアメリカの在籍感とか、後悔とか、なんて言いますかね、こんなことをひどいことをしてしまったっていうことがですね、やっぱり原爆直後日本に入ってきた占領軍の中に生まれるんですよね。本当にわずかな期間だと思いますけれども生まれた。それからそれ一方でもう二度と戦争したくないという日本の思い、つまり原爆投下国と原爆非投下国の思いが奇跡的に合致したというのがこの憲法9条の第2項なんではないか。よく憲法9条は重原喜十郎が言ったのか、マッカーサーが言ったのかっていう議論がずっとありましたけれども、これはだから両者の私合意、しかも奇跡的な合意だったんではないかなというのが私の考えで、それは第一の奇跡なんですね。で、このことについては先ほどちょっとご紹介あった地平という雑誌に一部、書いています。これも加藤天陽さんの、評論からちょっとヒントを得たんですけれども、やっぱりそういう原爆のあまりの悲惨さということについてやっぱり投下した側のアメリカも考えざるを得なかった。そしてそれまでは日本は獣だと、何をしてもいいんだと、原爆を落としてもいい、何をしてもいいんだというふうに言ってたのが、いや原爆投下側の日本に来てみたらそれは人間だったと、我々と同じ人間がこういう悲惨な目にあったということに気づいたっていうわけですよね。
それが第一の奇跡だとすれば、私は第二の奇跲はね、その第憲法第9条をその後現在に至るまで維持し続けてきたことが第二の奇跡だと思います。あのアメリカはね、戦場が終わったら日本はすぐこれ変えちゃうだろうと思ってたようですね。1952年に戦場終わりますけれども、日本人はあるいはね、日本人だけじゃなくてその当時の常識から言えばこういう条項はありえないんじゃないかというふうにアメリカは思ってたように私は思います。その第二の奇跡についてちょっと今日はお話ししたいと思います。戦後日本国憲法は何度も改定の危機にさらされましたよね。1952年、アメリカの占領が終わると改憲自主防衛を当時として決闘された、まあ、1955年に決闘されたんですが、自由民主党が政権につきます。そして直ちに改憲を目指して動いたんですね。1957年に憲法調査会というのを政府のもとに作ります。ところがこれは1957年に設置されたんですけれども、国会の議席の3分の1を占める社会党がここには参加しなかった。それから、また有力な憲法学者たちもここに参加しませんでした。で空席になってたんですね、その分がね。まあ、今から考えると今の政権よりはよっぽどまともですよね。そういうあのなんだろう、いわばリベラル的な憲法学者についてもこう席を、提供してそれを呼ぶ調整するってこともあったわけですから、今よりはるかにマシだったかもしれないけれども、まあ、当初の目論見は失敗して国民的な議論の場はできずに、公聴会や海外調査などをやりましたけれども、最終的に改憲論と改憲不要論の、まあ、両論併記をしたまま報告書を出して1964年に解散しました。でこの間にあった、つまり1957年の、憲法調査会の発足と1964年の解散の間にあったのが、言うまでもなく1960年の安保改定の、反対の大衆運動でありました。まあ、首相が戦争中の閣僚の一人だった岸であったということもあってですね、戦前会議を思わせることもあって一時は35万人を超える人々が国会を取り巻いたんですよね。それだけの大衆運動があった。この民衆の大きな運動、これは戦前にはここまではなかったと思いますよ。しかも基本的に非暴力的なものでしたよね。この民衆の大きな運動に圧倒されて、自民党政権は明文改憲、まあ、憲法をの文章を変えてしまうっていうを、これはもう無理だというふうに諦めたというふうに言われています。でそれで始めたのが解釈改憲なんですけど、この自民党の自民主導の改憲策動に抵抗したのは、まあ、知識人たちであり、例えば宮沢俊雄っていう憲法学者とか若妻栄っていう民法学者、まあ、有名な方々ですけども、政府が憲法調査会の参加を求めたのにその参加を拒否して別なグループを作りました。約50人の知識人が憲法問題研究会っていう、ものを作りまして、民間の組織を作って政府に対抗し護憲の論陣を張ったんですね。でそれを組織したのが、まあ、当時の世界の編集長だった吉野源三郎さんです。今の君たちはどう生きるかっていう、去年そういうあの映画がありましたけれども、君たちはどう生きるかっていう、本を書いたのは吉野源三郎さんですけども、彼が世界の編集長をやっていました。ちなみに安保改定反対の大衆動を作り上げた原動力も、吉野さんとか清水喜多郎さんなんですね。というのは憲法16条に平穏に国民には平穏に請願する権利があるというふうに着目して、で請願ということでデモを行ったわけですよ。あの大衆運動は請願デモなんです。で憲法問題研究会は毎年講演会を全国各地で開催し、その記録を、まあ、世界に載せて、その後岩波新書にまとめました。憲法読本というのは
本当は3冊ぐらいありましたけど、今はちょっとあまりに古いんでもうないかもしれない。私は学生時代に古本屋で買いましたからね。知識人たちの訴えに共鳴する基盤が当時の日本全国、日本全土にあったと思いますし、それは戦争が終わってまだ20年、二度と戦争をしたくない、アメリカの戦争に巻き込まれたくない、戦前に戻りたくないという広く共有された感情であったというふうに思われます。でこの研究会は1976年まで続いていました。まあ、改憲を進めようとした保守政権もこの民衆の方角を問わぬ人々の地べたに足をつけた感情に行く手を阻まれて行動を修正せざるを得なかったわけです。憲法の改定を諦めて日米安保との矛盾を解決しようとしたのがいわゆる解釈改憲というやつなんですよね。憲法はその後も何度も改定の書き危機にさらされましたけれども、これまで実際に改定の発議をされたことはありません。なぜなら政権党には国民投票に確実に勝てる自信がないんです。ないからです。1950年代60年代からすればもう何世代も人は変わってますし、国民の意識も大きく変わっています。救助をめぐる賛否も揺れ動いているように見えますけれども、しかし第一次安倍政権の頃に9人の知識人たちが発起人となった救助の会の訴えが全国つつうらうら多くの共感を生んだのは記憶に新しいところですね。これもまあもう20年になってしまいますけれど、二度と戦争しないという思いは世代を超えて強固に生きていることを改めて示したのだと思います。私は救助の会の加藤修一さんとか大江健三郎さん、井上久志さん、小田誠さんなど全ての方と交流がありましたけれど、梅原武さんは関西におられたこともあってそんなに深いお付き合いはできなかったんですが、何回かインタビューをしたことがあります。彼は戦争末期学生として軍事工場に動員されていたんですけれども、ある時米軍の爆撃に遭い、彼が防空壕から出てみると吹き飛ばされた工員のバラバラになった死体が木の枝に引っかかっているのを見たというふうにインタビューで言われてました。まさに戦争の無残さ、無残な体験が生々しくあって、それが、まあ、彼にですね、彼の二度と戦争をしない、救助を守らなきゃいけないという信念につながったというふうに言えると思います。これは先ほどの黒い雨のことと共通しますけれども、まあ、彼はね、ご存知の通り割と保守的な方でしたよね。だけど靖国神社あれはおかしいと、神社としてあんなに神社ありえないとかね、そういうことははっきりと言われた方だと思います。1960年代の憲法問題研究会のメンバーにしろ、2000年代の救助の会のメンバーにしろ、中には保守的な考えの方もいれば、救助の解釈についても必ずしも一致していたわけではありません。まあ、例えば大泉兵衛っていうマルクス主義経済学者がいるんですけども、彼は表では言えませんでしたけども、その会合なんかだね、軍事力のない国家なんてあり得るのかねっていうふうに言ってたっていうふうに私は聞いたことがあります。しかし経験に基づいた戦争は二度としないという思い、沿線の思いは一致していたんだと思います。そしてその思いが国民の間に広く共有されていて、改憲をさせない力になっていたと思います。でこうした問題について、先ほど言った加藤典弘さんですね、惜しくも、2019年に亡くなられましたけど、彼は次のように整理したんです。日本の幕末の尊王攘夷の、ね、思想は、その首相者であった薩長がイギリスとの戦争、薩英戦争と長英戦争に敗れて変えるんですよね。尊王を開国に変えてしまうんです。現実とぶつかることによって変容したのであって、変容する力を持っていたんじゃないかと彼は言うわけです。言ってみれば原理主義的な思想を支えていたのは、欧米列強に威嚇され理不尽に開国を迫られることへの危機感、抵抗感で、これが1回部分だと。で、尊王攘夷は2回部分だと。で、多くの人々に共感され、いわば開かれた1回部分、まあ、加藤さんは次のように、それを地べたに足をつけた普遍主義ではないかと言って、明るくていい加減な側面も持つと。これがあったからこそ無節操とも言える変容は可能だったんじゃないかというのが彼の
議論です。で、それをその議論を戦後の平和主義にも当てはめてみると、1回部分はまさに二度と戦争はしたくない、戦争はどうしてもダメだという素朴なしかし体験に基づいた強固なかつ地べたに根ざす普遍主義だとから言うんですね。不正義の平和で何が悪い、ある意味でいい加減な思い、沿線の感情、気分、2階部分は救助や自衛隊や日米安保についての議論となりますけれども、この1階部分があるからこそ、例えば自衛隊を保持し米軍基地を損地するなどの、まあ、現実との接触面での破綻をつかれても、日本の平和主義は五元論は生き延びてきたし、78年間もの平和の実現も可能だったんじゃないか。平和主義は論理的ではないし不正直でもあり矛盾もありいい加減でもあるけれども、それより強いんだと彼は言うわけです。で、彼のあれは、どんなことがあってもこれだけは本当だってっていうブックレットにありますけど、ここにちょっとまとめられています。ブックレットの2017年ぐらいに出たものかな。どんなことが起こってもこれだけは本当だっていうことということで、幕末戦後現在というふうに書いています。加藤さんはこの1階部分に依拠しながら、現実とぶつかることによって次の時代の変容を起こすべきだというのだけれども、そのことについてはちょっと後で触れます。まあ、ここまで私は国民は平和主義を守ってきたし戦ってきたと、そのことについての自信と誇りをもっと持っていいと思いますし、そして矛盾だらけかもしれないけれども、二度と戦争はしたくないんだと、不正義の戦争、平和で何が悪いんだという思いを大切にし、自覚的にし、もっと大声で叫んでもいいんじゃないでしょうか。戦争は嫌なんだ、何が悪いんだ、戦争が反対して何が悪いということをもっと言ってもいいんじゃないか。小田誠さんがベトナム戦争の時に言った、殺すな、殺されるな、何があっても戦争するな、まあ、これが私大事なことだと思います。なんとなく自衛隊があるからとか、まあ、韓国の人たちから見ればインチキじゃないかと、言われるけれども、しかしそれが我々にとっては大事なんじゃないですか。もっと大切にしていいんじゃないでしょうか。その、多少不正直であっても、いろいろ欺瞞的なものが踏まれてあったとしても、戦争はしたくない、戦争はしない、絶対にしないという思いをもっと率直に言っていいんじゃないでしょうか。レジュメの3に参ります。今行われているアメリカの大統領選挙を見ますと、第二次世界大戦後、まあ、リベラルなって言いますかね、あるいはオープンなって言いますか、国際秩序を主導してきたアメリカが、まあ、これは国連とかね、 IMF とかWTO とかそういったものですけれども、その圧倒的だった力を衰えさせていることはよくわかります。圧倒的だったのは軍事力もあり経済力もあり技術力もあり、あるいは知的な能力も含めてですけども、その力がどんどん衰えてきています。今起きているのは短いレンジで見ればグローバリズムへの逆流ですね。これはかつて左派が言ってたんですよ、グローバリズム反対っていうのは。今トランプとかヨーロッパは右翼の方が行ってきてますね。グローバリズムへの逆流なんです、あれは。で、少し長いレンジで見ればポスト冷戦時代、1990年ぐらい のソ連の崩壊と、冷戦の終焉ですけど、そのあたりの、世界秩序の終焉であり、100年の単位で見れば第二次世界大戦の勝者が築いた国際秩序の転換であり、200年の単位で見れば旧帝国主義国の衰退と旧植民地諸国の勃興、これはグローバルサウスってよく言われますよね。中国とかインドとか、まあブリックスだとブラジルとか南アフリカとか、そういう南の国々と言われた国々の勃興ですね。この大きな転換の時代の中で、あらゆる国が、まあ、国内の分断に苦しみ、これまでと同じやり方ではうまくいかない事態に模索を重ねていると思います。しかし日本はなぜかこの中でこれまでと同じやり方を踏襲どころか加速しようとしているんですよね。不思議なことに米国への依存を強め、
米国に言われるがままの軍事力を強化し、沖縄をはじめとする南西諸島の基地化、犠牲の押し付けを進めるばかりである。米国の衰退と言いましたけれども、日本の衰退はそれよりはるかに激しいわけです。人口も減り、経済力も技術力も知的なパワーも急速に衰えているわけです。その衰えている中で、米国の手先、あるいは盾のような役割を自ら買って出ているというのは、なんでなのか。かつての冷戦時代の記憶、アメリカについてさえ行けば安全であり、経済的な繁栄を享受できるという幻想がまだ根強いんだろうか。どうでしょうか。1950年代に始まる米ソ冷戦時代に、アメリカの側に立った日本をとても優遇して、市場を開放し、技術を移転してその繁栄を支えました。ヨーロッパ諸国も同じであります。その基本構造は1990年代、冷戦が終わると基本的に終わりました。日本は欧州はアメリカのライバルとなって、その優遇政策も終わったんですね。その端的な姿が、ブッシュ、子供の政権のイラク戦争の時に明らかになりました。ヨーロッパ諸国は、米国のこの理不尽な誤った戦争に反対したわけですけれども、苛立ったブッシュ政権は彼らを古いヨーロッパと罵りました。で、米国の側に立ったのは東では日本、西ではイギリスだったわけで、イギリスは参戦をしました、ね。日本はイラクに自衛隊を送って米国側に立ちましたけど、今から考えると当時の小泉政権は北朝鮮との間に新しい関係を築こうとしていたわけです。東アジアの基地を作り替え、より平和な地域にしようと動いたというふうに私は思います。イラクへの派兵はアメリカのブッシュ政権の反発を極力抑えるためだったというふうに見ることもできると思います。1970年代、中国との関係正常化も日本はアメリカに先行して行いました。これはキッシンジャーが切り開いたんだけれども、田中政権はあれを受けてですね、アメリカより早く中国と関係を正常化した。また米国内に強い反対の声があった沖縄返還も実現したんです。つまりある時までは東アジアにおいて日本はただ米国に従属していただけではなくて、状況の変化を見据えつつ政治家や官僚の構想力と覚悟によって新しい秩序形成をそれなりにうまく主導したのではないかなという私は思います。もちろん今は冷戦時代と違います。優遇政策もないです。しかしこの変化の中で日本が動ける余地というのは見方によってははるかに広くなっているんじゃないでしょうか。にもかかわらず日本は行き詰まり袋小路に入っているしか見えません。言うにこと書いて岸田首相は、日本は常にアメリカと共にあるなどとアメリカの議会で大見えを切っていますけど、そんな指数はどこにあるのか私には分かりません。自民党の総裁選を見ても立憲民主党の代表選挙を見ても、こうした行き詰まりを打ち破る、突破しうるような構想力と覚悟を見ることはできません。政治の衰退と言ってしまえばそれまでですけれども、それを論評するジャーナリズムにも、現状を批判し未来を構想する責任のある論壇にも、あるいは我々私たち市民にも、ここには責任があるんじゃないかと思います。安倍首相の政治思想を表して田中仁っていう元外務省で北朝鮮との間を、結んだ方ですよね、右翼にめちゃくちゃやられた方ですけれども、彼はですね、安倍首相の、安倍政治姿勢を表して 3S っていうふうに言ったんですよ。 3S 何かというと、説明しない、説得しない、責任を取らない、これをもって 3S だとと言いました。岸田首相にも全く同じことが言えると思います。例えば2022年の12月に閣議決定した安保3文書ですよね。皆さんもいろいろご承知だと思います。丁寧に説明すると言いながら、軍事費増額の国会での審議を先送りして、何の説明も説得も責任を取らないままにやめてしまいました。満という無責任な人だと思いますけれども、この安保3文書はだらだらと長いものですけれども、驚くことに憲法への言及がないんです。この
安保関連の、原則について憲法とどういう整合性があるかというそういうことがないんですよ全く。これを憲法学者の有川恒正さんという方は憲法への不言及というふうに言ってますけれども、ついに政権は憲法を無視するに至ったと思います。政権が明文改憲を求めて挫折した1950年代から60年代、それをその後解釈改憲でしのいだ70年代から2000年代、この時までは政権は現実の安保政策と憲法との整合性を四苦八苦しながらもとにかく説明をしようとしてきました。そして歯止めもかけてきたわけですね。例えば軍事費の GNP1% とか武器輸出三原則とか専守防衛とか集団的自衛権は発動しないとかって、そういうふうに自ら歯止めもかけてきたんです。しかし2010年代の集団的自衛権の不容認以降、どうひねくり回しても憲法との整合性はつかなくなってしまったんじゃないでしょうか。つまり憲法の無視にはなった、憲法の関係を説明しないんじゃなくて説明できなくなってきたんじゃないかと私は思っています。でもそれで憲法をもとにした近代国家と言えるんでしょうか。日本は日本国憲法には軍事に関わる規定は全くないんです。第66条第2項に内閣総理大臣その他の国務 大臣は文民でなければならないとしか書いてないんです。あとは何も書いてないんですよ。文民統制シビリアンコントロールの原則も書いてなければ、軍事予算についての規定もなければ、国会の権限も書かれてないし、もちろんその軍事裁判はしちゃいけないっていう軍事特別の裁判所を作るんだって書いてあるだけであって、本当にね軍に関する規定は何一つない。当たり前ですよね、軍が存在しないことになっているわけですから。でも逆に一旦軍の存在がこの憲法に入り込めば一気に何でもできることになります。今のこの憲法のままであればとても恐ろしい時代だと思いますよ。国防のためといえば基本的人権も脅かされることになるだろうし、徴兵制だって引かれることになるでしょう。日本国憲法は今未曽有の危機にあると思います。今日配られた中に憲法の9条11条13条19条25条ありますけれども、今そういう事態になっていると私は思っているんですね。憲法の無視に入っていると。でこれは近代国家じゃないんじゃないか、自国が攻撃されていないのに密接な関係になる他国が攻撃された場合参戦できるという、これが集団的自衛権ですけれども、それから軍事費の身の丈に合わない拡大、これは自衛隊の元の、統幕議長が言ってましたけど、43兆円、つまり 2.GDP 比 2% の軍事費というのは身の丈に合わないって、自衛隊の出身者が言ってるわけですよ。しかも中身も決まってないわけだからね。それから敵基地攻撃能力の保持などは専守防衛政策を逸脱し憲法との整合性は取れないものだと思います。真っ当な政権であれば真正面からこれは改憲を国民にとって問うて説明して議論を尽くすべきであるし、これは改憲してから行うべき施策ばかりではないかと私は思うんですよね。憲法の規定が政策に何の影響を及ぼさないとすれば憲法を持っている意味がなくなります。法の支配が大事ですなどとその中国に対して説教している場合じゃないんですよね。憲法を無視している国なんだから。そして国民の選択が改憲ノーとなれば下野し、憲法5条の政党が政権を担えばいいし、もちろんその改憲イエスという場合もあるでしょうけれども、いずれにせよ国民には考え議論し決定する機会が与えられます。その結果に対する自覚も責任も生ずることになるでしょう。まあ、これが古い言葉では憲政の常道という、あまり最近使われませんけれどもではないかと思いますが、憲法政治の当たり前の姿。しかし今の政権はそれができない。先ほど述べたようにしたけれども、国民に共有された沿線感情を説得する自信がないからです。あるいは否決されることが怖いんです。だから憲法を無視し国民に説明しないまま
軍拡政策、いわゆる抑止力一辺倒政策に走るんですけれども、その責任は誰も取らないという悲惨な状況になっています。でその上ですよ、先ほどの安倍政権の 3S という話をしましたけど、安保関連3文書には国民の覚悟を求めるという文書があるんです。国民の覚悟、つまり何も説明せず説得もせず責任を取らないけど国民は覚悟しろと、こんな民主主義はないですよね。しかしとはいえ、岸田政権の軍事政策の転換とか軍拡路線への国民の抵抗は弱いと思います。なぜでしょうか。今述べたように政権が説明していない、平和国家が変えないとか専守防衛政策が変えないとかっていうことがあるのかもしれないけれども、なんだろう、やっぱり先ほど述べた世界的な大転換を多くの人たちが漠然とでは感じ、不安を抱き、何事かをしなければならないと考えているからではないかと思います。ウクライナでの戦争、ガザでの戦争、まあこれは虐殺でいいと思いますが、がその不安をより高めたのは間違いありません。戦争を防ぐにはこちらの軍事力を高めなきゃならないという抑止力論も、不安を抱く人々には一定の説得力を持ったと思います。不安と恐怖、不安と恐怖、それは安全保障や平和のことを考えるためのキーワードであると私は思います。岸田首相は今日のウクライナは明日の東アジアかもしれないと不安を煽りました。いわゆる台湾有事、台湾との統一を目的に中国が軍事侵攻するのではないかという、これは2021年以来主に米軍からしきりに流されている情報がその源なんですけれども、それを沖縄を中心とする南西諸島の自衛隊強化、基地強化、軍事化がそれによって進められてきたわけです。そのことに対する沖縄の人々の危機感、不安、恐怖は大きいです。いかなる形であれ戦争が起きれば基地のあるところは攻撃反撃にさらされるからであります。で2つの国が同盟を結んだとき、とりわけ弱い方の国は常に2つの不安にさらされるという揺れ動くと言われています。これはアメリカの政治学者、韓国系の政治学者が唱えた議論でありますけれども、一つは強い国の戦争に望まないのに巻き込まれる不安、もう一つは強い国に見捨てられる不安であるというわけですね。この二つの不安で説明すると、沖縄や南西諸島の人々の不安はまさに巻き込まれる不安です。一方で中央政府の政治家や各官僚、あるいは大手メディアなどが感じているのは、アメリカから見捨てられる不安の方ではないかと思います。だから基地の重要性を認め、基地によって引き起こされるさまざまな問題、この間も沖縄では女性に対する暴行事件が明らかになりましたけれども、事件事故の責任を問わず思いやり予算をたくさん供与し、沖縄を犠牲に差し出し米軍を引き止めようとしてきたわけです。一つの国の中で方向性の違う負担が錯綜しているというふうに思います。しかしもともと寺島実郎さんはね、常々言ってるんですけれども、独立した国に他国の軍隊が80年もの間駐留しているというのは異常ではないかということはまず押さえておかなきゃならないと思います。また改めて言うまでもないですが、アメリカは自らの利益のために駐留しているのであって、善意で日本を守ってくれているわけではないんですよ。にもかかわらず、なぜ日本政府は見捨てられる不安を払拭できないでしょうか。その大きな理由は、日本は周辺のほとんどの国とうまくいってないからだと私は思います。南北朝鮮、北ともの問題ちょっと後で話しますけど、韓国ともうまくいかない、中国ともロシアともうまくいかない、アジアに友人がおらず、アメリカだけが頼れる友人だと思っているからこそ、見捨てられる不安に脅かされているんじゃないでしょうか。その点が戦後ヨーロッパにおけるドイツとは異なっていると思います。では近隣諸国との関連について次に考えていくことにしたいと思います。ちょっと水を飲みます。
ちょっと思ったより時間が早く過ぎます。岸田首相はよくね、日本は今戦後最も厳しい安保環境になると繰り返してますよね。それはね、近隣諸国の力、経済力と軍事力ですけれども、これは強くなってきている、大きくなっているということでもあります。しかし逆に言えば、これまで長い間日本は周辺の国から脅威を感じてこなかったということでもあります。というよりむしろ脅威を与えてきた、そういう側にいたというふうに考えなきゃいけないんじゃないでしょうか。朝鮮戦争、これは1950年代なんですけど、朝鮮戦争の時、日本の基地からアメリカの爆撃機が飛び立って、朝鮮民主主義人民共和国、まあちょっと以下便宜的に北朝鮮と申しますけれども、各地に爆撃を繰り返しましたけれども、北朝鮮から日本が反撃を受けることはありませんでした。だから北朝鮮にその能力がなかったからです。ベトナム戦争でも沖縄から B-52 に爆撃機が飛びましたけど、ベトナムからの反撃を考える必要はありませんでした。今は違いますよね。中国やロシアはもちろん、北朝鮮も日本をミサイルで狙える能力を持ったんです。そして北との間には国交さえもないんです。韓国とはね、つい最近まで最悪の関係だというようなことを言ってましたけど、その最悪も最善も関係自体がないんですよ、今北との間で。これがね、きて厳しい安保環境といわれるゆえんだと思います。しかしここで考えてみなきゃいけないのは、こちらが安心できていたということは、相手は不安に感じていたということでもあるんですよ。例えば北朝鮮の立場に仮に立ってみてください。目の前にはかつて戦争した韓国、これ同じ民族ですけれども、敵ではある、が今いて、かなりの経済力と軍事力を持って対峙している。そこに世界最強核大国のアメリカ軍の基地がある。そしてその後ろには経済大国の日本があり、そこにも軍事基地、米軍基地がある。で、これまで後ろ盾であったソ連は崩壊し、中国も改革開放で大きく変わってしまいました。1990年代以降、まあ、彼らは極めて強い不安と恐怖の中にいたんじゃないでしょうか。その不安と恐怖は核兵器開発、その運搬手段ミサイルですね、の開発へと向かわせたのであると思います。言うまでもないけれど、私は北朝鮮の体制を好まないし、核開発ミサイルの開発にも反対です。しかし安保環境を考えるならば、それは総合的な動きであるということ、つまりアクションがあればリアクションがある、動があれば反動がある、また心理的な問題であるということも理解しなければならないと思います。日本政府やメディアの一方的な発信を聞いていますと、あの国は人々が飢えに苦しんでいる中で、狂った指導者がやたらミサイルをぶっ放しているおかしな国としか思えなくなります。そうした情報ばかりの中にいると、なぜあの国は崩壊しないのかという、それが不思議に思えてくるんですけれども、そして実際私たちは北朝鮮崩壊論を30年間も間聞かされてきたんです。ところが崩壊するどころか、困難と言われた 核弾頭も開発し、核実験も行い、米国まで届くようなミサイルまで作ってしまったんです。だとすれば、私たちが聞かされてきた情報はどこかおかしい、どこか間違っていたというふうにしか考えるしかないと思います。じゃあこの中で行うべきことは何なのか。まず第一に、理解できない行動を取る北朝鮮の言い分をできるだけ丁寧に真剣に聞くことであると思います。彼らには彼らの言い分があり、論理があります。そして今や彼らは脅威になったからですね、脅威だからこそちゃんと聞かなきゃいけない。ペリー元アメリカの国防長官は、もし朝鮮半島で戦争が起きたら、日本でも最低300万人は死ぬだろうと言っています。朝鮮半島ではもっと多くの人々が死ぬことになります。とするならば、やっぱ脅威だとするならば、彼らも何を考えているのかわからないほど怖いことはないのではないでしょうか。言い分を聞くというのは、相手に同意することでもないし、納得することでもない、ありません。理解できないと思っている相手を理解しようとし、こちらも理解してほしいと考える、相互に対等な関係でリスペクトし合う、そこから初めて対話というのが生まれるわけですよね。厳しい安保環境というのは自然現象のように生まれたのではなく、ある日突然生じたわけでもありません。こちら側がある意味で脅かしたからこそ生まれた側面がある
このことを理解しなければならないと思います。そしてそういう相互関係の中で生まれたのであれば、違う働きかけをこちら側からすれば、その環境を改善できる可能性があるということであります。キム・ジョンウン氏が ICBM 実験の後、これで少し我々も安心して眠れると言ったことがあります。彼らがいかにこれまで不安と恐怖の中で生きてきたかをこれは示していると思います。つまり彼らは彼らで抑止力の強化に奔走してきたんですよ。今日、詳しくは言いませんけれども、私のレジュメの一番最後に資料をつけてあります。これは2022年の、秋のことをずっと日を追って、示していることなんです。これは米韓合同軍事演習をやって、それに対して北がいろんな、対応をするわけですけれども、私これで見ていただきたいのは、例えば米韓って書いたところを消して北だけのところを読んでください、読んでみてください。何やってるか分かんないと思いますけどね。で、原子力空母が入って、原子力空母には核が積めるんです。戦術核が積んでるか積んでないか分かりませんけども、積む可能性がある。でそこが日本海を誘惑してるわけですね。北はどう思うか、どんなに怖いか、あるいは戦略爆撃機なんかも演習に参加するわけで、それももちろん核を積めるわけですよね。そういうものが北朝鮮の周りをブンブンやってると。でこの米韓ってところをずっとこう隠して読むと、北がなんか必死でやってるのが、ただ単にミサイル発射したとか、なんかなんとか、放射砲を訓練してるとかっていうしか見えないんだけれども、これをやってるんだってことを、まあこれは2022年の秋の一局面ですけれども、常にそういうことが行われているということを考えていただきたい。つまり北は単にやたらミサイルをぶっ放しているんじゃなくて、彼らは彼らで自分たちの国の安全のために、つまり抑止のために自分たちはこれだけできるんだぞというようなことを示している。つまり道と反動ということが必ずあるということを見てもらいたいと思います。まあ北が核を開発した、ミサイルを開発した、じゃあ日本はさらにアメリカにすがって抑止力の強化だ、米日間で北朝鮮包囲だってことでいいんでしょうか。相手の安心はこちらの不安になり、こちらの安心は相手の不安を導くわけです。これでは軍拡競争は止まらなくなってしまいます。この間アメリカを中心とした世界は北朝鮮に悪い教訓ばかり示してきたんですよ。リビアもイラクも北朝鮮、ごめんなさい、アメリカに攻撃されて崩壊してしまいました。で指導者だったカダフィとフセインは殺されちゃったんですよね。それで、まあ、イラクやリビアの人たちが幸せになったかといえばそうではないと思いますけど、イラク、イランと並んで北朝鮮は悪の枢軸っていうふうにブッシュ政権から言われたんですよね。北朝鮮は震え上がったと私は思います。そしてリビアやイラクは核兵器を持っていなかったから攻撃されたんだと北の指導者は思ったと思います。ウクライナもウクライナが核兵器を放棄したからこそロシアから攻められたと解釈したんじゃないでしょうか。そうした場合、北にどうすれば核を手放せと説得できるのか、朝鮮半島の非核化というのは非常に困難になっているというふうに思います。第二に私たちがしなきゃいけないことは、これまでの抑止一辺倒だった発想の転換だったと思います。こちらも抑止、相手も抑止、それは袋小路への道です。安倍時代に言われ始めた米国との核共有論は、いわば半ば日本が核武装とするという意味であります。あの悲惨な被爆を経験した国が核保有、あるいは核で相手を攻撃するということに道徳的にこれ耐えられるんでしょうかね。私たちも安心し、北朝鮮も安心する、それを考えなきゃいけないんです。それが本当の安全保障だと思います。冷戦を終わらせたのは核抑止ではなくて共通の安全保障です。
という考え方であったことをもっと私たちは思い出していいと思います。朝鮮半島、日本、極東ロシアや中国の東北部などを非核地帯にするという構想、あるいは世界の166カ国の賛同で発効し、現在70カ国が批准している核兵器禁止条約に日本も北朝鮮も韓国も加盟する、そんなことを考えてもいいんじゃないでしょうか。つまり袋工事を脱するには勇気を持って大胆に滑走の転換を図ってみることが必要だと思います。北朝鮮は戦争を望んでいるんでしょうか。違うんじゃないでしょうか。彼らのまた安心して眠れることを望んでいると思います。だとするならば互いに脅かし合うのではなくて、お互いに安心を共有していけばいいんじゃないでしょうか。北朝鮮にも暮らしがあります。人を恋し、子供を愛し、育み、少しでも良い暮らしを望んでいる、そうやって生きている人々がいます。私たちと同じです。生活も愛も欲望も楽しみもあります。そのことを信じなきゃいけないと思います。第3に日本ができることがあります。それは北朝鮮との国交正常化です。同じく日本が植民地化した韓国とは1965年に国交を結びました。来年で60年です。一方の北朝鮮との間では長く交渉しながら一向に国交までたどり着きません。植民地時代を含めると100年以上も日本と朝鮮半島の北部はまともな関係にないんです。このことは異常なことだと考えるべきだと思います。ここもですね、発想、もちろん拉致問題とかね、もちろん核の開発問題とかありますけれども、しかしやっぱり発想を大胆に転換して関係を正常化することで、そういった問題を解決していくことができるんじゃないか、舵を切るべきじゃないか、見捨てられる不安に苛まれるならむしろ一歩前に出て対話を行うことが袋小路から抜け出る道じゃないかと私は思います。中国の関係ありますけれども、これについては先ほど申し上げました地平という雑誌のところに少し展開をしました。台湾有事論についても書いてますので、それについては、略そうと思います。近隣諸国との関係をこう見てきますと、東アジアにはまだ平和の可能性が残っているということは分かると思います。残っているどころか、この地域はこう50年間大きな戦争をしていないんです。だからこそ経済的な発展がなされたんです。これからも戦争さえなければ、さらに豊かな地域になる可能性が十分にあることが分かります。中国も台湾も北朝鮮も韓国も日本も ASEAN 諸国も誰も戦争を望んでいません。もっとお互いに交流し、学び合い、連携して戦争になることを防いでいきたいと思います。長い話になりましたけれども、これまで述べたことは、戦後戦日本の平和主義は二度と戦争はしないという経験に基づいた地べたの普遍主義を持っていたこと、正義の戦争よりも不正義の平和がいいという叫びであり、それは もっと自覚的にまた誇っていいこと、日本の国民市民は憲法を守るために長く戦ってきたこと、これからも戦っていこうということ、最も紛争になりやすい近隣諸国との間もなお平和のチャンスが大いに残されていること、それはまた私たちの働きかけ次第によるということ、これを話しました。しかし世界は大きな転換期にあり、これまでの秩序は維持できず、世界各地で不安、不満、恐怖が高まっていることも事実であります。これについてどうに考えるかということについて以後こう持論を言おうと思ったんですけど、なかなか時間がないので、とても短く言いますね。で、一つは安全というのには絶対はありえないということです。今NISAとか言ってますけど、絶対安心ですとか絶対増えますとか、これは詐欺ですから、平和もそうです。これで絶対安心です安全ですということは嘘です。で、不安は常にある。で、相手にも平和があるということを考えなきゃいけないし、不安があるということについてずっと自分たちはそれを維持していく、その覚悟をしようということです。それから理想を掲げつつリアルに分析しよう、これはもっと詳しく言いたかったんですけど、
いわゆる非武装中立論というのはとても お花畑だみたいな話が今ありますけど、実は1950年代はこれは非常にリアルな分析に基づいたスローガンだったんですね。アメリカの大量報復戦略ということで、ものすごく核が大きくなった時にちょっとした武装なんかしても意味がないってことで非武装っていうことが出てきたので、今はまただいぶ状況が変わってきたっていうので、もっとリアルにいろいろ分析しなきゃいけないっていうこと、それから抑止の限界とか危険性を認識して共通の安全保障とか人間の安全保障など、これまでの機に瀕した時の人類の知恵をもう一回学び直してそれを発展させていこうということ、あとは自衛隊の問題なんですが、これはね、また2時間かかるのでちょっと今日やめときますけど、僕はね9条の軍隊っていうことだとありうるんじゃないかと思っています。これは僕は東日本大震災で体験したことですけれども、やっぱりみんな拝んでましたからね、自衛隊を。で、自衛隊非常に丁寧に対処していて、一緒にいた韓国の留学生がこれが軍隊ですかって言ってびっくりしてました。で、自衛隊の人たちもそういう災害の派遣とか人々にを救ってそれに感謝されるのが最もやりたいことなんですよね。で、軍隊の本質というのは勝つことで、勝つためには何でもやるんです。今のイスラエルを見てみれば分かると思いますけど、でもそうじゃない軍隊、勝つんじゃなくて守る軍隊、あるいは相手を攻撃しない軍隊ってこともありうるんじゃないか、まあ、ちょっと試論であるんですけれども、このことについては、略します。もう最後です。我々が主権者だってことなんですよ、最後に言いたいのは。で、かつての戦争は天皇が主権者だったんだね。で、今はもし戦争をやるんだったら主権者で我々の責任なんです。ソ連にね、オクジャワっていう歌手がいたんですよ。で、これは和田春樹さんに教わったんだけど、その歌の一つにこういうのがあるそうです。初めの戦争は誰の責任でもない、次に起きた戦争は誰かの責任だ、そして第三番に戦争が起きたのならばそれは間違いなくあなたの責任だっていうのが、このオクジャワっていうソ連の歌手が歌ったことだそうです。憲法の全文を引用しました。日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、我らと我らの子孫のために諸国民との共和の成果と我が国全土にわたって自由のもたらす計画を確保し、次です、政府の行為によって再び戦争の惨禍を起こることのないようにすることを決意しって書いてあります。ここに主権が国民に損することを宣言し、この憲法を確定する。政府っていうのは戦争する可能性があると言ってるんですよ。それを国民が監視して二度と戦争しないようにしなきゃいかんっていうのが国民の決意だと、主権者の決意だと書いてあります。次にもし戦争するんだったら我々の責任です、主権者の責任になります。そういうことは絶対にあってはならないし、ありえないと思います。戦争が起きたら我々は何もできませんし、多分日本もこの地域も滅びてしまうでしょうね。そういうことのないために皆さんと一緒に頑張りたいと思います。ありがとうございました。岡本太郎さん。